ある朝、ほら穴から子供の狐が出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった。抜いてちょうだい。早く、早く。と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐はほら穴の入り口から外へ出て、初めてわけがわかりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪は眩しいほど反射していたのです。